Hello, everybody. This is Hua, and you're tuning Hua's Anything Playable, and this is Playing Mafia 3 with Talking About Nothing to Do with a Game. はい、こんばんは皆さん、Hua です。では、関係ない話のお時間でございます。なんというテンションだ。テンションはね、まあ高めなのか。まあ低くはないですよ。低くはないですけどね。はい。まあ本来、待ってね、Hey Siri。20分数えて。はい、タイマーを20分にセットしました。はい、順当にお願いします。そんな感じですね。順当にいけばというか、本来はね、今日、多分これ配信予定が4月30日ですね。4月30日の、配信はですね、本来は個人的にはアベンジャーズエンドゲームを、見た後のね、感想とかをね、言うために、まあ別に撮っといたわけじゃないですけども、お送りしようかと思っていたんですけども、ですね、まあまあ、タイトルにはあると思うんで、皆さんをお気づき、わかんない、タイトル何つけるかまだ決めてないですけど、一応、アベンジャーズエンドゲームを見る前に、いくつかの疑問というか、考えたことを考えて、ことなどをですね、まあ、予告編とか出てからね、だいぶ時間も経ってますんで、そういえばなんでっていうようなことを、まあ、考えていこうかなと、見る直前にね、だから今ね、皆さんこれが、この出てくる、この声はですね、もうエンドゲームご覧になってる方もいっぱいいらっしゃると思いますし、まあ俺自身ね、もうエンドゲーム多分これを、そうそう、これもうね、もう上映はね、この撮ってる時も始まってるんですよ、実は。で、僕まだ見てないんですけども、一応、見る直前なのでちょっとワクワクしてる状態で撮ってます。で、なんていうかな、まあ、配信する頃には、まあ、見終わってますんで、ヤッホー、4月30日の俺、どう？エンドゲーム楽しかった？まあ。もうね、ご覧になってる方、今ね、絶賛、あれです。インターネットを見ること、まあ、開きますけども、いわゆるエンドゲームのネタバレっぽいやつがこう、出てくると、飛ばします。もう飛ばすというかね、見ない、見て見ぬふりじゃない、見て見ぬふりだと、あれですね、見てるじゃんっていうあれなんで、見て、見ないようにしてます。そういう、自分にネタバレ禁止時間でございますね。という感じで、今いるわけですけども、だから、これご覧になってる方は、もうね、当然、その、エンドゲームをもうご覧になっていて、ここで喋ってることとかが、的外れ、じゃん、パーカっていうふうに思っていらっしゃる方もいるんじゃないでしょうかとは思いますけども、どうだろうな、ただ、俺、今から喋ること、そんなに別にネタバレがどのこうのとか、そういう、なんだ、いう話ではないのかもしれない。あんま気にしなくてもいいかもしれない。あるいは、ぶっちゃけた話、あれかもね。なんて言うのかな。エンドゲームを見たところで、その解決するようなことじゃないのかもしれないな、とは思いますけどね。まあ、そうだよね。エンドゲームで別にこれ、まあまあ、まだ言ってないからわかんないか。ですね、そうそうそう。もうね、指パッチンがこう、指パッチンイコール、滅亡、人類を消す的な、あれにこう、代名詞とこうなりつつありますよね、サンスのおかげでね。インターネット上はもうそれで、別にそれで逃げ合ってないか。あれだよね、別に、
消しちゃうぞを指パッチンしちゃうぞというふうにこの言うレベルではない、わかんない、 なってるかな、指パッチンしちゃうぞでもう通じそうなところも、もうなきにしもっちゃなきにしもか、怖いね怖いねっていうか、あの物騒だよね、指パッチンが物騒なあのやつになってますけどね。まあまあまあ別にサノスの力で指パッチンして消したわけじゃなくて、あのあくまでもインフィニティストーンのあれだからね、インフィニティストーンとあとインフィニティガントレットがのおかげですからね、インフィニティガントレットつけてなければ多分サノスあの消えちゃうのかわかんない、そこら辺はエンドゲーム見たら分かっちゃうのかな、どうだろう、その辺どうだろうね、その可能性もあるか、まあ分かんないですけどね。まあそんな感じで、ではいくつかの疑問的なやつを、あれしていきましょうと思いますけども、そうまあそもそもの、あのまああのー、あれですけども、あのサノス、こう地球の、地球じゃないや、宇宙の人類の、まあ半分を指パッチンで消したわけじゃないですか。これエンドゲームでこれ答え出てるのかな、答えは出、まあ、まあ一応理由的には宇宙の、均衡を保つために、バランスを取るために、ないしこう原作コミックスの方だと死の女神、デスを大好きなこうサノスが、まあ貢ぐと、デスへの貢ぎ物的な感じで、まあ、命をこうデスに貢ぐだねなんかあれだね、まあ供物としては別になんか確かに間違ってないような気もしますけども、まあそんな理由でこう地球の人類、地球じゃない宇宙の人類の半分を、消滅させるという暴挙に、暴挙に、ん？暴挙だね。暴挙に及びますけども、なんだろうな。まあ、ぶっちゃけな話、理由、なんで半分なのかなって、こう、半分消して宇宙の均衡を保てるのだろうかというのもあるし、なんだろうな。そもそも全部、まあ、自分もひっくるめてね、自分もひっくるめて全部でこう、消してしまえば、いや、わかりますよ、全部あの消したら物語上ね、映画的に成り立たないだろうっていうのはすごい、思いますけど、そういうことはこう、もう本当に バッドエンドで終わるだけの面白くもなんともないストーリーになってしまうのかもしれないですけどね。まあまあわかんないですけど、なんだろうな、全部消してもそのサノス的に見たらそんなに悪いことなかったよね。なんならこのまあ全部消したらっていうか、そうね、なんだろう、結局まあ宇宙の均衡、まあ宇宙レベルで見たら どういう風な感じで均衡なのかは分かんないですけども、生物、まあ人類をこう、まあ宇宙の人類を半分消す、宇宙中の人類でしょ？なんだろうな、宇宙中の人類を半分、なんだろうな、とりあえず全部消しても、まあ宇宙の均衡はむしろ取れるというか、半分の残したら均衡取れるんだろうかっていう、半分残してよかったのっていうふうに思、なんか思いません？半分ってなんだよっていう、こう、まあ、本当に人類っていう基準っていうことなんだけども、なんだろうね、あ、宇宙がどんなあれなのかってもこう分かんないですけども、宇宙 の人口密度とかも分かんないし、宇宙に人間がいたらこう
大変なことになるのかっていう、なんだろうな、その例えば地球みたくさ、まあ、一応ある程度そうね、文明レベル、文化レベルとかでこう見たら宇宙の文化ってバラバラなわけでしょ。まあ、あの宇宙船とかこうある星もあるだろうし、まだこう地球みたくそこまでね宇宙に出れないあの星とかもあったりするし、そういうふうにこう考えると、どこからどこまでのそのどこからどこまで残したらっていうか、まあそれもかん、まあ考えずにこう半分消した、でも半分残ったわけじゃん。なんかね、その理由がこう果たして半分だけ消せば、均衡が取れるのか、宇宙の均衡ってなんだっていうところがありますけどね。まあ映画で描かれてたのがこう、要するに宇宙、まあエネルギーっていうのかな、あのインフィニティウォーね、インフィニティウォーのやつですよ。エンドゲームまだ見てないんで、多分食料問題、エネルギー問題とかっていうのがこう宇宙レベルでこうあったとして、でまあその星の中には他の星のものを略奪しなきゃいけないレベルまでこう行ったりとか、多分下星とかもあるんだろうなと、そういったレベルの均衡ってなってなったとして、まあ例えばもうなんか食料がゼロの星とかでさ、半分残っても、まあゼロは言い過ぎかもしれないけど、半分残ってもまだ均衡取れてないだろうなと。それは半分残って、もしくは半分消えてたっていうのがこう均衡のになるのかと。だったらこう全部消した方が実はサノス的には都合は良かったような気がするんですよね。半分残したのはこのサノス的なこのなんていうのかな、罪悪感とかの表れなのかね。罪悪感があるのかっていう話になってきたらまだあれなんだけども、一応サノスなりの正義、でこう宇宙の均衡を保つために、人類の半分消したとして、その正義だ、まあサノス的な正義だから、まあ罪悪感というか、そのある意味良心的なやつで、あの人類の半分残したっていうことなんですかね。なんかその辺がこう、だって基本的には全人類をこう宇宙の消したとして、別に均衡というか、まあ結果的にはさ、またこう人類ってこう何かから進化して、まあ、進化も時間かかるかもしれないですけども、全動物を消滅したわけじゃないですからね。全生命体を、消したわけじゃないから、まあいずれはこう、どこから進化して新たに文明なり何なりをこう、なんかこう作り上げるっていうことを考えたら、サノス的にはもう全ての、まあ、人類っていうのをこう消しても、しかも自分も含めてね、そしたらこうなんていうかな、まあ、自分、要するにサノス的にはさ、死の国のこう女神デスに会いに行きたいわけだから、自分を消すことには別に問題はないはず、多分ね、っていう、一石二鳥だと思うんだけど。でまあもちろん映画的な理由ってなんだけど、なんでしょうね、残しちゃったからこう多分サノスはまた、わかんない、エンドゲームで どうなるかわかんないよ。サノスが出てくるのかすらも、まあ絶対出てくると思うけど、
万が一これわかんない、30日の俺がこうどういうふうにこれを聞いて思うのかわかんないけども、酸素が出てこない可能性もまだゼロじゃないですからね。ゼロじゃないですからね。ゼロゼロじゃゼロってことはないか。まあまあまあ、もしだから出てきたとして、またこうサノスと、ヒーローが戦うとして、こうちょっと半端に残しちゃったから、やっぱりヒーローとかも残って、まあ妨害されることになるんだよねきっとね。わかんない。もう見た人からすれば、もしくはそのなんならそのこれを配信をこう聞いてる自分自身からしたら、何言ってんのこいつってことかもしれないけども、まあまあそう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 。あるいはどうなんだろう、まあ別にエンドゲーム予想したいわけじゃないですよね。俺はエンドゲーム予想したいんだったらもっと早い時にやりますよ。予想は別にしたいわけじゃなくて、こうどうなんだ、なんならこのサノスは自分自身もこの本当はヒーローたちに止められたがってるのか。そんな可能、それはまあいいや、そこはいいや、止められたがってたのかな。止められたがって今更この言ったところで、もうエンドゲーム上映してて見た人もいて、なんなら自分もそれをこの配信の時代に見てるっていう状況から、そんなこと言っても今更なんですけども、サノスは止められたがってたの？その可能性あるな。まあいいや、まあそんな感じで、まあと全人類を消せば、こうヒーローが立ち上がることもなく、まあ邪魔されずに済んだんじゃないかっていうあれがこうありますけどね。もちろん映画的にはそれがこう物語として成り立たないから、っていうのはあるんでしょうけども、いや今だって冷静なって思うとね、あのインフィニティウォーの時点ではこの半分消されただけでもこのすごい衝撃が走って、ただ全員言ってしまえば、これちょっと考え方的にはちょあんまりこうよろしくない考えなのかもしれないですけども、ぶっちゃけた話、全員一人残らず消されていれば誰も悲しむことはなかったっていう、なんか極論みたいなのもなきにしもだけどね。いや、決してよくはないよ、決してよくはないけど、ただ悲しむことはな、まあサノス自身も含めてね、全員消したらその誰も悲しまずに済んだ可能性っていうのもありますけどね。可能性っていうか、悲しむ人すらいなくなるっていうね。まあっていう、のが一つとあとこうすごい思ったんだけど、これはエンドゲーム見たら答え出るのかな。出るとは思えないかもしれない。なんていうのかな、人類ってどこまでが人類なのかね。マーベル世界でね、このマーベル世界って言ったのは、一応こうまあ実世界の人類っていうのがこう人類基準っていうのがこうよくわからないっていうのはよくわからない、まあ現実世界だったらまあ一目瞭然だからっていうのはこうありますけども、例えばマーベル世界においての人類、ミュータントいるじゃない、一応アベンジャーズには出てきてないけども、ミュータントっていう、種族がいます。これマーベル世界においてはというか、 X メン、いわゆる X メンので出てくるこのヒーローたちなんですけども、X メンにおいてミュータントっていうのは人類とは一応違う種族、もちろん人類からっての人類からなる人もいますけども、その能力がこう、開花する人もいますけども、なんかこう
なんていうのかな、X メンの、いわゆる映画作品の中において、まあ、説明というか、X メン学というか、まあ、ジーン・グレイとかもこの言ってとか、まあ、若き日のチャールズとかもこう言ってる通り、一応人間から進化した、存在としてこうミュータントっていうのはこう、いて、人類とはもう種族は違うみたいな感じになってますでしょ？それっていうのはさ、まあ、要はだから、で、人類はミュータントをこう差別すると。まあ、ミュータントを差別するっていうのは、まあ、同じ人類の中のこの、ミュータントでも差別はしてたんでしょうけども、まあ、そこでちゃんと、区切ら、人類とミュータントというのはこう、区切られて、表現されていたんで、ミュータントっていうのは人類じゃないわけですよね。これが宇宙レベルで見たらさ、取るに足らない話ではありますよ。けど、どうだろうね。ミュータントが人類じゃなかったら、サノスの指パッチンの対象にはならないわけでございましょう。まあもちろん、原作ではどうなのか、別に、そのあたりの原作を見たことないからわかんないですけども、原作だとどうなんだろうね、その辺は。まあ、ミュータントだから大丈夫ってことはあんのかね。あるいはまあ、どうなんだろうな、アベンジャーズ、最初からこう、X メンとか参加してたら、X メンは助かったりしてんのかな。そんなことはさすがにないか。ちょっと、どうかなという感じがしますけどね。でも、もし、まあ、宇宙レベルで見たら、ミュータントも別に人類だっていうふうな、一応、まあ、サノス判断っていうか、でも、映画の中でサノスは指パッチンするけど、別に、なんかこう、判断して、こう、誰か、まあ、何しろ宇宙中の、人類だから、別にこの誰が誰とかっていう判断する余裕とかはもうないぐらいに、まあ一瞬でこうやりますし、まあ選定す、者として選定するのもこう、多分何十年も、何十年？何百年？何億年？宇宙に何人いるのか、まあいた設定なのかいるのかもわからないですけども、そのやつをこう一瞬で消すとして、誰をこう、誰がよくて誰がダメっていうのをこう選定する基準とかもこう判断できるようなあれじゃなかったでしょ？で、宇宙中の生命体のこう半分っていうんだったらまあ、わかるんですけど、生命体じゃなくてあくまでも人類でしょ？だからその人類の、判別基準っていうのはこう難しいなっていうところなわけですよ。どう思います？そんなのどうでもいいと思います。でもだよ、これもエンドゲームでも多分答え多分出てないと思うんだけども、ロケット残ったじゃん。ロケット残ったじゃん。だからロケットって人類なの？っていう。もしかしてロケットがこう、だからガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々、まあガーディアンズ・オブ・ギャラクシーだけじゃなくて、いわゆる普通の、普通のっていうか、アベンジャーズの元の一番最初の6人以外の中で、まあ残ったメンバーとして、まあ、まあ、ウォーマシーンとか、ネビュラとかも残ってますけども、まあネビュラも人類なのかっていう、まあ、ネビュラも改造、すごい改造されてるから、半分、いわゆる人間ではないっちゃ人間ではない。半分ね。まあ、で、そういう考えたら、わかんない。ネビラもそうだね。だからそこら辺。人類っていう基準、まあ、
一般的なこう知能というか、そういった知能があればいいのかとか、そういったことで考えると、ロケットはそういう、そこの基準で言ったら人類じゃない、ないと判断されたから残ってる可能性がこうあるわけですよ。いや、もちろんあれだけこう会話してね、当然そのまあ元は実験かなんかで生まれたっていうけど、実験で生まれる元か、その実験前の状態っていうのをこの描かれてないから、映画の中では原作では描かれてるかもしれないけども、あ、もしかしたら ロケットなんかはアライグマ判断、アライグマなのかもしれない。いわゆるそのあれとしてね、存在として、だからこう残った可能性があると。そういう意味ではネビュラもこう、まあ元はネビュラなんかは人間ですけども、まあわかんない、たまたまこの助かる半分、運よく助かった率の方が高いでしょうけども、もしかしたらネビュラとかはこう、そのあまりにも改造しすぎて、ほぼまあ細胞改造人間というか、サイボーグというかに近いからなのかもしれないですよね。で、まあ残った側はね、運が絡んでくるから、まあちょっとあれですけども、だとしてグルートいるじゃん。グルートはなんでこう消えちゃったのかなっていうところ、グルートは人類なのかなと。変な話、一応さ、一番なんていうかな、植物、グルートは植物なのか、それとも動物なのかっていうところもありますけども、その基準だよね。もちろん植物からこう、いわゆるなんていうかな、知的生命体に、発展する可能性は当然あるわけだけども、もしロケットがあったから、人類っていう基準から外れて生き残ったとしたら、まあ多分運だと思うんですけども、だとしたらグルーともその基準からは外れてるんじゃないっていう、どうでしょう。それは考えすぎ、まあ、考えすぎかもしれないけどね。どうだろうね。だから、まあとりあえずアベンジャーズの中にこうミュータントが現時点ではいないから、そのミュータントは大丈夫なのかっていうのを確認する手段もないですし、まあ物語だからっていうのはありますけども、なんかね、その辺いろいろこう疑問に。でそういう意味で言ったら、アスガルド人ってなんだかんだでこう残ってるじゃない。それは神様だからなんかね。まあ神様といっても多分人類としてそのあれは変わないんだろうけども、アスガルド、わかんない、エンドゲームでこう一応エンドゲームで出てくるとされてるのがバルキリー。これももうエンドゲーム見た人からすればどうでもいいっていうか、そのどうでもいいんじゃなくて、その分かりきってる話だかもしれないですけども、バルキリーはまあアスガルド人で残ってるけども、その他まあどのアスガルド人がこう残ってるかわかんないけども、例えばロキとかヘイムダルとからへんはサノスに直接殺されてるし、まあそうは残ってますし、だから実際にこうアスガルド人で指パッチンで消されてるのっていないんだよね。
オーディンはもう、元からや、死んでるし。で、そうだね、他の、ウォリアー、ウォリアー、ウォリアー4だっけ ?3 だっけ、シフとかも含めて、ヘイムダル、ヘイムダルじゃなくてなんだっけ、ファランドル、ファランドラルとか、ホーガンとかは、もうその、サノスどころか、その前の時点で、ヘラに殺されちゃってるんで、だからこう、アスガルト人で、指パッチンで消されてる人って、そもそもこう、いなそうな。なんだろう、だってほら、アスガルト人ってさ、まあ、そのヘイムダルとロッキー以外も、最後、抽選に乗ってたじゃない。アスガルドを脱出する宇宙船に乗ってて、その宇宙船がこう、ラグナロク、バトルロイヤルのこう最後の時に、サノスの宇宙船にこう、拿捕されて、で、その、一応その宇宙船に乗ってたのがこう、全滅というか、殺されて、インフィニティウォーが始まるじゃん。だからもうすでにあの時点で直接サノスに、基本的には殺されてるわけですよ。なので指パッチンで消される可能性のある、そもそもアスガルド人っていうのがもう、バルキリーと、まあ、一応、サノス的にはもうあの時点で多分ね、ソウも殺したと思ってたんだろうと思うんだけどね。まあどちらもこう基本的には、指パッチンはしてなかったし、まああるいはサノスの計画の中で最初からさ、指パッチンで、指パッチンでアスガルド人を殺せないことは知ってたから、殺せないのは知ってたからっていうか、その指パッチンのその殺す対象がこう最初からまあ自分で決めれるっちゃ決めれるんだろうけどね。それともドラゴンボールみたいな、こうなんかその制約というかあれがあるのかね、殺せるあれっていうのが、殺せるのに制約があるのかね。今ふとそれ、そう考えるとだよ、そう考えると、セレスティアンだっけ、天井人、その、ピーター・クイル、スター・ロードのお父さん、あれとかは、そもそもその、インフィニティ・ストーンの力じゃ殺せないのかね。だとしたら、あー、でもそっか、そう、あれかな、一応、物語都合でもう、その、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、リミックスというか、ボリューム2の時点で、こう、なんだ、ピーター・クイルはその、セレスチアンだっけの力を失ってるからあれだけど、そうだよな、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー1の時点で、その、まあ、パワーストーン使っても、こう、一応、ボリューム2でこう説明あった通り、エゴが説明した通り、こう、ピーター・クイル、スター・ロードが、一応こう、パワーストーンの力使っても、消滅しなかったのは、まあ、その、力があるから、その、もともとの力があるからっていうふうな話をこう、してたけども。もしも、だから、その力を、スター・ロード、ピーター・クイルが手放してなければ、サノスに指パッチンで消されることはなかったってことかね。もしかしたら。まあまあまあ、物語上ね、そこまで見越して、もちろん物語組んでる可能性ありますけども、ピーター・クイルがその力を手放すっていうね、その時点で、この、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム2で、
もうその力を手放すイコール、まあ、最初からこうサノスの指パッチンの対象になるようにこう、組まれていた可能性がすげえあるね、確かにね。なるほどなるほど。じゃなかったらこう指パッチンでクイルは死ななかった可能性があると。奥深い。まあそんな感じでね、一応まあまあたわいのない話をこう、エンドゲームに向けて、テンション上がってるところでね、させていただきましたと。まあ本当にこの配信の頃には、エンドゲームこう、僕見てますんで、まあちょうどこの配信してる頃にはあれかな、もう取り終え、エンドゲームを見たこの感想とかも取り終えてるんだと思うんだけども、今この、この動画を撮ってるところはね、もうあれですよ、スマホゲームのマーベルフューチャーファイトの、エンドゲームアップデートがこうもう出てますんで、かねてから言った通りね、ホークアイの、浪人コスチューム、浪人ユニフォームも出てね、完全に課金して買いましたので、強いわ。で、一応ね、属性というか、あれがこう、なんだ、パワーというか、なんだ、コンバットか、コンバットタイプになるのかと思ったら、ならずにスピードタイプのままね、シュパンシュパン、こう、刀で切っていく、スタイルになりましてね。まあ、全然スタイルが変わってね、すんげえ強くなってるんですけども、今までとは大違い。今までこう、いまいちこう、まあ、ゲームとしては使えなかった、崩壊も、すんごい使えるようになったからね。ただ、ね、顔が隠れちゃうんだよね。気になる方は、マーベルフューチャーファイトのね、で画像検索してもらって、ローニンで画像検索していただければ分かると思うんですけども、顔が隠れるのが本当に残念だっちゃ残念なんだよね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないけども、なんか全然別人みたいになってるけども、まあ、それでもまあ、大好きなホークアイがこうすげえ強く使えるキャラになったんで、まあ、OK ですよ。怖い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 。君ら運転が雑。はい、そんな感じでね。あと、他のね、コスチューム、ユニフォームもね、だいぶこう、まあ、買っちゃいましたけどね。キャプテンアメリカとアイアンマンと、ロケットがね、ロケットも出たんだよね。やっぱ、エンドゲームのあれでこう、まああれ、ね、エンドゲーム出てくるからだと思うんだけども、ロケットもすごい可愛らしい、可愛いかっこいい、ユニフォーム出たんで、あと、ネビラと、買ったのは、まああとサノスと、ブラックウィドウ。一応だからサノスはマーベルフューチャーファイトでのエンドゲームコストが出てるから、まあエンドゲーム出るんだろうとまあそれは出るだろうね、それは出ないとおかしいと。まあポスターとかにもサノス映ってはいるんで出ないとおかしいとは思うんだけども、なんか出方としてそのどんだけ、まあすごい一応ポスター上なんかこう後ろの方にいるからちょい役かっていう可能性も、まあ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 、そんな疑問は、もう持ってないだろうなと思うんだけどね。まあ、そんな感じで、まあ、エンドゲームを見たからといって、こう、解決がするかどうか分かんないような、考えをちょっと、思ったんで、撮ってみました。いかがでしたでしょうか。では、そうですね、皆さんもですね、エンドゲーム、ご覧になった方は、
何言ってんだこいつと思っていただければ、ご覧になってない方は、まあ、まあ、死のうこと言わずに見ようと。それは今の俺だな。死のうこと言わずに見ろよと。なんでそんな声取ってんだ、なんだけど、まあ、そんな感じで、皆さんですね、エンドゲーム楽しんでください。俺を含めて。はい。では、今回ここまでしましょうか。サクソワチンです。プラグマスプラティバイヒューや、See you next time. ではまた3日後にお会いしましょう。次回はきっとエンドゲームの感想を、はい、アップするかと思います。では、バイバイ。